風強い。今日は家の外はちょっとこの紙が入れちゃった。パパこの紙は何？わかんない。うん。でも多分家の周りはね、これ入れます。一条工務店が家は色かな？今日は。うわ。すみません。今日はチェックインやったかな。あ、冷たい冷たい。あ、全部の床終わったんだね。すごいすごい。全部。そう。電気？多分はね。そうだね。電気のワイヤーが始まるんだな。行けよ。トイレの部屋。ただあ、今日は電気かもしれないね。電気作る。すっげえワイヤーがいっぱいだな。でも今日はね、うん、やっぱり床が終わったんだな。見えないか。うちに行こう。はい、私たちのキッチェンとリビングの色はね、ビッターと黒い。そう、キッチェンのところはね、黒いの色です。黒いフローリングを入れました。はい、じゃあ上に行こう、パパ。パパ、これは？パパ、このカーベネットは普通のカーベネット？パントリーのカーベネット？どっち？は？あ、パントリーカーベネットか。なんだこれ？キッチン。パントリーのカーベネットって。くわい、ちょっと。ワイヤーがいっぱいあるじゃん。上に行きたい？すごい。今日は電気の日だね。上に行きましょう。見てパパ。How 厳しいだったのに。そう。見て。どのぐらい細かい私たちの電気があります。うわー。すごいじゃん。すげえ。これは？最高。上終わったかな？上の電気。
ここはロスカルだね。ここはロスカルです。そう、階段のところ、やっぱ気をつけて。すごいだね。この間は私たちここに行って、まだ何にもないみたい。はい、でも今はね、全部1階の床が終わって、次は電気がみんな始まりました。開けちゃったわ、バトルーム。はい、ここは私たちのバトルームです。はい、これはバッタブと、はい、シャワーのところ。これサイズは 1.25。 そうそう、ここ見てちょっと狭いみたいか。でも中に入ってドア閉めて、後ろはね、すごく広いみたいな。そうそう。そう、このぐらい、ね。色は全部白い。なんではね、黒いが好きでも、ちょっと、多分ね、シャワーとは、コロイのバトルマネ、白いのやつあちこちあるだから、ちょっと嫌だね。掃除の時は多分大変だから、全部白にしましょう。バッタブもこれだけグレーの色。そう、じゃ次はね、ここ私たちのウォーキングクローゼットです。本当はね、この部屋は、部屋、ウォーキングクローゼットじゃなくて、ここです、こっち。このぐらい、このぐらい大きいの。そう。本当はね、一つの部屋か、本当に一つの部屋。で、次は、ここは、私たちの洋服と、ここは、種。パパ、何これ？種？は、は？棚？種じゃなくて、棚、ここは種入れる。そう、ここは棚。じゃ次は、ここも、こっち側も棚。そうそう、もっと広いの、ウォーキングクローゼット欲しいな。洋服はちょっとたくさんがあります。じゃ次は私たちの部屋。旦那さんと私の部屋。で次は、そっち側は子供の部屋。ここはトイレ。ここはバルコニー。そう。これは私も一番楽しみ、バルコニー。ちょっと広いわ、外に。次はここの子供の部屋。小学校かな。小学校時？多分別の部屋が欲しいな。だからここにする。私たちの部屋の隣。はい、じゃあこれは2階の部屋です。で今日はね、あ、先週は見た、その時はまだ床終わってない。でも今日は確認して全部の床終わって、で次は電気の、そう、みんな今日は電気が作ります。電気のあと何かな、パパ、電気のあと何かな、楽しみ。本当ね、あれね、仕事時はね、一緒にここに見たいわ、ビデオしたい。でも私も仕事ある、だからできないです。はい、
どう？行くの？行きましょう。はい、今日は終わります。これだけ。何がやったの？家のやつ。これ何か、これ何？すごいね、風。みんなにお土産。みんなの分にたくさんしてたな。あ、みんなの？みんなの分なんや。プリスティックフィリシュス。はい、行きましょう。どうやってあげるの？多分そこはいっぱいだ。ちょっと外も見たい。外の雨があるかな。このいっぱいのやつ、壁かな、外の壁かな。こっち側はね、あの白いのシーツが入れた半分ぐらいがあるんだね。上までやるかな、わかんない。はい、じゃあまた来週もう一回中に見ましょう。ありがとうございます。